ベントン郡の一ベントン郡はアメリカ合衆国ミズーリ州にある郡である。人口は2000年の国勢調査では17,180人であったが2005年の推計では18,854人となった。そのためベントン郡の人口増加率は9.7%を記録しミズーリ州の郡で9番目を誇っている。郡庁所在地はワルシャワである。 軍は1835年に組織され、ミズーリー州選出のアメリカ合衆国上院議員、トーマス・ハート・ベントンにちなんで名付けられた。ベントン軍のワルシャワ近辺に位置するハリー・エストルーマンダム。このダムの水は、隣軍のヘンリー軍、セント・チャールズ軍、ヒッコリー軍などにも供給されている。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1949。 平方キロメートルである。このうち1827平方キロメートルが陸地で、122平方キロメートルが水地域である。総面積の6.24%が水地域となっている。ベントン郡の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この郡は人口17,180人、7,420世帯及び5,179家族が暮らしている。 人口密度は9平方キロメートルである。7平方キロメートルの平均的な密度に12,691件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人97.96%、アフリカン・アメリカン0.15%、先住民0.53%、アジア系0.13%、太平洋諸島系0.01%、 その他の人種0.12%及び根結1.10%である。人口の0.89%がヒスパニックまたはラテン系である。7420世帯のうち23.20%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、59.60%は夫婦で生活している。6.80%は未婚の女性が接待種であり。 30.20%は家族以外の住人と同居している。26.30%は独身の居住者が住んでおり、13.80%は65歳以上で、独居である。一世帯の平均人数は2.28人であり、家庭の場合は2.72人である。この群内の住民は20.50%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が5.70%、25歳以上44歳以下が21.80%、45歳以上64歳以下が29.70%、および65歳以上が22.30%にわたっている。中央値年齢は46歳である。女性100人ごとに対して男性は98.20にみて、 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は96.702人いる。この群の世帯ごとの平均的な収入は26,646米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は32,459米ドルである。男性は26,203米ドルに対して女性は19,054ベ米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は15,457米ドルである。人口の15.70%及び家族の10.20%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の24.50%及び65歳以上の9.60%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。